おはよう、こんにちは、そしてこんばっけん、どうも私バッケンでございます。さあ今回はですね、アンケートの結果で決まりました、私のですね趣味部屋とあと作業部屋の公開、こちらの動画をねやっていこうと思います。であとね、先週に出しました猫旦那さんとの買い物動画、こちらの開封動画も後編に入れていこうと思いますんで、そちらまとめて楽しんでいただければなと思います。それではね、早速やっていきましょう。スタート。それではね、まずは私の趣味部屋から紹介したいと思います。もうここにいるのがね、ほんと大好きなぐらい自分の好きなものをずらーっと並べてますね。まあ、ここには漫画本がありますが、まずはではね、プレイステーション2から見ていきたいと思います。ここの奥にもソフトがあるので、全部で500本ぐらいかなと思うんですよ。プレイステーション2はね、だんだん値上がりが最近してるとはいえ、割と安く買えることも多いので、ブックオフとかね、ハードオフとかで100円とか300円ぐらいで買い漁ったりはよくしますね。まあ、上の方にはおもちゃがあったりしますが、でここのタンス一番上を開けるとメガドライブがあります。メガドライブ自体はね、そんなに数をたくさん持ってるわけではないんですが、で右の方には任天堂64のソフト、左の方に行くと、まあ、奥はね PSP とかゲームキューブ、任天堂スイッチ、そして左が PC エンジンのコーナーで、上に行くとまあメガ CD ですとかセガサターン、あとはドリームキャストのソフトが並んでますね。でこの辺りは、まあ、右上に少し Xbox360 のソフトがありますけども、大半はプレイステーション系のゲーム、まあ、左がプレイステーション1で右がプレイステーション3、まあ、PS1 のソフトが大半を占めるという感じですね。 PS1 大好きっ子なんで。で一番下はシャドウムーンコーナーみたいになってますけども、まあ、Wii U とかね、 Wii のソフトが少しあるかなと。ここは作業をする場所ではなくて、ちょっと遊びたい時に、まあ、ゲームでここで遊ぶっていう感じですね。で上に行くとソフトを並べたり、まあここにちょっとなんか駄菓子屋っぽい感じでいろんなものを並べてるという、そんな場所です。でこの辺りは、まあ、超合金が何体か並んでると、まあ、場所を取るんでね、全部で半分ぐらいしか並べてないんですけども、まあ比較的スーパー戦隊のロボットが多めになってますね。それではね、ここから作業部屋、まあ実質リビングなんですけども、そこに向かっていきたいと思います。ここは寝室ですね。まあ取り立てて紹介するものもない割とシンプルな部屋ですけども、でここを右に入ると和室になるわけですが、和室のここの押し入れ、この押し入れの下にファミコンとあとスーパーファミコンが並んでると。まあ取り出すのが大変なんですけども、ただこうやってしまっておかないと割とごちゃごちゃしちゃうんでね。では続いてリビングに行きたいと思います。今湯って書いてたのはあれはお風呂ですね。さあリビングにやってきました。
右の方にエヴァンゲリオンとかウルトラセブンの台が見えましたけども、ここがドラゴンボールコーナーですね。下にミニシリーズが並んでますが、まあ、PC エンジンとメガドライブはもうだいたい箱に入れて直してるので。そしてここが私の作業をする場所となっております。まあ、作業部屋というかリビングの一角をただ作業をする場所にしたという、それだけのことですね。まあ、右のモニターでゲームをして左のパソコンで作業をすると。さあ、それではですね、ここからは前回買い物したゲームを順番に紹介していきたいと思います。それでは最初の1本目のソフトはこちら、ゲームボーイのドルワーガーの塔ですね。このゲーム、実は発売がナムコではなくてエンジェルというバンダイの子会社からの発売なんですよ。まあ、私今までね、ドルワーガーの塔っていろんなハードで遊んできましたけども、このゲームボーイ版に関しては遊んだこともなかったし、もちろん今まで一回も所持したことがなかったんですよ。ゲームはね、アーケード版よりもファミコン版に近いのかなという感じみたいですけども、ただファミコン版と違ってね、パスワードによるコンティニューもあるということなんで、非常に遊びやすくなってるのが嬉しいですね。まあ、個人的にはドルワーガーの塔は PC エンジン版が最高だと思いますが。続いて2本目はこちら、ディスクシステムのグーニーズとツインビーですね。実は私、今までコナミのディスクシステムたくさん集めてきたんですけども、グーニーズとツインビー、この2本だけは持ってなかったんですよ。で、いつかね、この2つを買い揃えないといけないなと思ってたら、まさかまさかの A 面グーニーズ、 B 面ツインビーという夢のコラボが実現したんですね。なのでこれは買わないとと思って急いで買ってきましたよ。まあ、基本的にはファミコン版の移植ということで、そんなに大きな差はないみたいなんですけども、ただファミコン初期のすごく好きなゲームが一つのソフトに2本入ってるっていうだけでも買ってよかったなってめちゃくちゃ思ってますね。特にグーニーズは本当に好きなゲームでしたから。3本目のソフトはこちらですね。メガドライブ版のゴーストバスターズ。まあ、ゴーストバスターズのゲームというとファミコン版が有名ですけども、あちらはね、正直言うと、まあ、クソゲーということで世間で有名なソフトですが、このメガドライブ版のゴーストバスターズは、まあ、やったことはないんですけども、なかなかね、面白いらしいんですよ。確かね、ゲームは横スクロールアクションだったと思うんですけども、映画の世界観をかなりよく再現してるというふうに聞いたことがありますね。まあ、映画のゴーストバスターズなんか昔むちゃくちゃ流行りましたし、マシュマロマンのぬいぐるみとかもすごくよく売れたということで、持ってる人もね、多かったみたいですね。まあ、このゲームもプレイするのが楽しみですよ。4本目のゲームはこちらですね、ザ・キングオブファイターズ EX ネオブラッド、ゲームボーイアドバンスのソフトですね。まあ、ゲームボーイアドバンスでキングオブファイターズのゲームがあるというのは以前からね、知ってはいたんですけども、ただやったことがなかったんでずっと気になってたんですよね。まあ、評判はあんまり良くないみたいなんですけども、ただ動画とかね、画像を見る感じではグラフィックは悪くないなっていう気がしてたんですよ。で、ゲームのシステムがキングオブファイターズ2000がベースらしいんですけども、どうやらキャラクターや背景は99のものがベースらしいんですよね。まあ、私はね、キングオブファイターズは98が一番好きなんですけども、
ちょっとプレイするのが楽しみですね。5本目に紹介するのはこちらですね。新約聖剣伝説ゲームボーイアドバンスのソフトですね。このゲーム、あのゲームボーイの名作聖剣伝説のリメイクなんですけども、まあ以前からねずっと欲しいなと思ってたんですよね。このゲームも先ほどのゲームに続いてね、どうやら世間の評判はあんまり良くないらしいんですよ。というのも元の聖剣伝説からいろいろとねシナリオとか設定とかが変わってる部分があるらしいんですよね。まあ、私自身もゲームボーイの聖剣伝説はかなり好きなゲームなんですけども、ただね別のゲームとして見た時の評判はなかなかいいようなので、また新しいゲームとして見てね楽しんでいければなというふうには考えてますよ。6本目に紹介するゲームはこちら、スーパー 32X のメタルヘッド。実はね私最近スーパー 32X のソフトをいろいろ集めてるんですけども、そんな時にねちょうどいい金額でこのゲームが売ってたんで買ってみました。まあ、買う前まではこのゲームがどんなソフトなのか全然わからなかったんですけども、ちょっと調べてみるとどうやら二足歩行のロボットに乗って戦うという 3D 視点のアクションシューティングのようですね。まあ、視点を変更してね遊んだりすることもできるし、意外とねこのゲーム評判がいいみたいなんですよ。まあ、そういった意味でもプレイするのが楽しみですね。まあ、スーパー 32X ってクオリティの高いゲームが多いんだなって最近思いますね。7本目に紹介するゲームはこちら、アルカノイドリターンズ2000、プレイステーションのゲームですね。このゲーム、アルカノイドリターンズというアーケードのゲームがさらにパワーアップしてプレイステーションに移植されたというゲームなんですけども、まあ、アルカノイドというとねブロック崩しの代名詞みたいなところもありますし、一時期はね本当に流行りましたよね。あの大山信代さんが大好きなゲームということでも有名ですけども、まあ、よくねシューティングなんかをやって昔はできたのにとか、だいぶ反射神経が衰えたなんていう風なこと言いますけども、多分ねシューティングよりもブロック崩しをやった時の方がそういうのを実感するんじゃないかなっていう気がするんですよ。ちなみにこのゲーム2人同時プレイができるらしいんで、それも楽しみですね。8本目のゲームの紹介はこちら、ストールンソングプレイステーション1のゲームですね。このゲーム確かね布袋寅泰さんをメインキャラクターに据えて V ピックと呼ばれるギターのピックのようなコントローラーを使って演奏するという音ゲーだったと思うんですよ。昔ね友人のケンちゃんの家でやったことがあるんですけども、その時ケンちゃんがノリノリでやってたのをものすごく覚えてるんですね。おい家賃どうした。まあ、魅力としては布袋寅泰さんの楽曲がたくさん収録されているというのが魅力なんですよ。まあ、専用コントローラーがなくても遊べるらしいんですが、専用コントローラー付きで480円の 30% 引きは買うしかないですよね。さあいよいよ紹介するゲームも残り2本となりました。この2本はまあまあ大物なんじゃないかなと思います。さあどんなゲームが出てくるんでしょうか。今回のレアソフト1本目はこちら、リクター版スターウォーズ帝国の逆襲ですね。まあ、今回このゲーム7000円で購入できたのが非常にラッキーだなと私は思ってるんですよね。
まあ、ファミコンのスターウォーズってナムコ版を合わせると全部で3本出てるんですけども、まあ、ビクター版だとね2作目、スターウォーズの確かねエピソード5がゲーム化したものだったと思うんですよ。まあ、今までねずっとこのゲームやりたいなと思ってたんで、まあ、動画なんかを見るとグラフィックがかなり綺麗なんですよね。ただね BGM が若干残念なところはあったんですけども、それを差し引いてもスターウォーズ好きにはたまらないんじゃないかと思うんですよ。まあ私はねそこまでスターウォーズに詳しいわけではないんですが、それでも当時録画したビデオで何回も映画を見てましたね。購入したレアソフト2本目のソフトはこちら、バーチャーファイタースーパー 32X 版ですね。もうバーチャーファイターというとね、多分今のアラフォー世代ぐらいには思い出深いゲームなんじゃないかなと思うんですけども、このスーパー 32X 版のバーチャーファイター、国内のスーパー 32X のソフトでは最後に出たゲームなんですよ。いやー、このゲームを見ると本当にねスーパー 32X って性能のいいハードだったんだなって改めて思いますね。まあ、サターン版と比べるとグラフィックはちょっと簡素になってるなっていう感じはするんですが、ただポリゴン掛けとかねロード時間がないということを考えるとこっちの方が移植のクオリティは高いんじゃないかなと今見ると思っちゃいますね。さあ購入したゲームはここまでなんですが、実はね今回コラボした猫旦那さんからこんなお土産をその時いただきました。まあ、私はサインを書いただけで何も渡してないのでちょっと心苦しい気持ちはあるんですけども、これ何が入ってるのかお楽しみと言ってたので今ここで開けちゃいましょう。何を入れてくれてるんでしょうかね。ではここで綺麗に開封したいと思います。それでは猫旦那さんからのプレゼント1本目はこちら、アウターワールドスーパーファミコンのゲームですね。確かこのゲームってもともとは海外のゲームだったと思うんですけども、なかなかね渋いのを入れてきましたね。前に一度ねライブでやったんですけども、このゲームスーパーファミコンなのにポリゴンで描かれてるんですよね。当時としてはなかなか画期的でグラフィックも綺麗だなと思ったんですよ。ジャンルはアクションアドベンチャーでテキストがほとんど出てこないんですよね。なので画面に出てくるキャラクターの動きとかその状況で判断していくっていうタイプの、まあ、いわゆる死にゲーと言われる感じのゲームですね。まあでも面白いゲームなので、さすが猫旦那さん1本目にこれを入れてくるとはって感じですよ。2本目のプレゼントはこちら、サッカーキット。このゲームもスーパーファミコンのソフトですね。まあ、正直私このゲームは全然知らなかった、初めてのゲームですね。でどんなゲームか事前にちょっとね確認してきたんですけども、どうやらサッカーゲームではなくてアクションゲームらしいんですよ。でしかもタイトル画面に出てきたキャラクターと実際に自分がプレイヤーするキャラクター全く似てないということに驚きましたね。でどうやらねもともと海外のゲームらしいんですけども、ストーリーがワールドカップ決勝の日に上空に UFO が現れて優勝カップをエイリアンに盗まれてしまったんですよ。ただその UFO が隕石と衝突してそのカップが5つに分かれてしまったので、それを世界中に探しに行くというゲームらしいです。3本目のプレゼントはこちらですね、重装騎兵バルケン。このゲームもスーパーファミコンのソフトですね。いやー本当にセンスいいね。もうメサイアの名作ですし、
オリジナルロボットが出てくるゲームとしても最高峰のソフトの中の一本だと思うんですよ。まあ、私もねこのゲーム当時何回もクリアするぐらい好きでしたね。久々にプレイするとこんなに難しかったっけっていうぐらい思ってたように進めなかったんですけども、それでもね意外と体が覚えてるもんでステージ4ぐらいまではなんとかいけましたよ。まあ、グラフィックも綺麗ですし BGM とか演出も最高なんですよね。いやーこのゲームを入れてくれたってことはねすごく嬉しいですね。本当に感謝しかないですよ。どうしよう、いろんなもんもらえすぎてるよ。4本目のプレゼントはこちら、ゴーストスイーパー三上、除霊師はナイスバディですね。このゲームもスーパーファミコンのソフトですけども、いやーまさかこのゴーストスイーパー三上のスーパーファミコン版を入れてくれてるとは全く思ってなかったですね。というのも実はねこのソフトネットで買っても4000円ぐらいするという結構レアなソフトなんですよ。なので本当にもらっていいのかしらと。原作はね少年サンデーで連載されてて、それが後にアニメ化されたんですよね。でゲームは横スクロールアクションゲームなんですけども、開発が夏目ということだけあってすごいレベルが高いゲームなんですよね。いやーこのゲームはめちゃくちゃ嬉しい、本当に感謝ですね。ありがとうございます。5本目のプレゼントはこちら、スーパータリカン、こちらのゲームもスーパーファミコンのソフトですね。っていうかねこのスーパータリカンプレゼントって本当にいいのかな。知ってる人は多分ね驚いてると思うんですよ。参考までに駿河屋さんの今現在の中古箱説なしで価格が1万1000円するんですよね。いやーちょっと驚きですね。ゲームは横スクロールアクションで、まあ、いわゆるコントラタイプのゲームですね。確かね海外のゲームなんですよこれって。なので日本ではそんなに有名ではないんですが、海外ではかなりの人気シリーズということらしいです。いやまあこのゲームもらっていいのかね。私最初にも言いましたけどもサインしか書いてないんだけど。そして1本だけこれゲームボーイのソフトが入ってたんですけども、これすごいな、猫旦那さんのラベルが貼ってあるゲームボーイですよ。これ中何が入ってるんだろう。ちなみにこれ裏コラボ記念のこうやってサインがついてますね。ということで中身が何か気になったのでスーパーゲームボーイで確認してみました。中身はこちら、ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランドでしたね。そこに猫旦那さんのオリジナルのステッカーが貼ってあるという、なかなかね面白い演出をしてくれるなと思いましたよ。こういう遊び心はね私もちょっと勉強していかないといけないなと今回思いましたね。まあ、単純にこのゲーム自身も持ってなかったので、そういう意味でもすごく嬉しいプレゼントですね。ドラゴンクエストモンスターズで遊んだことがあるっていうと、ゲームボーイアドバンスのドラゴンクエストモンスターズキャラバンハートだけですね。かなりやり込んだのを覚えてますよ。こういうゲームをやるとねとことんやってしまうから時間がいくらあっても足りなくなるんですよね。ということでございましてですね、今回の趣味部屋作業部屋公開、そして前回買い物したゲームの開封動画いかがでしたでしょうか。まあ楽しんでいただけたんならね嬉しいなと思います。この猫旦那さんのプレゼントがあまりにもすごすぎたんでどうしよう。さっきも言ったけど私めちゃめちゃ気が利かないやつになってるね。これは次のコラボの時に何をするかまた考えておかないと、とちょっと今から宿題って感じですよ。ということでございまして、まあ本当にね5万人
達成、まあここまで来れたのは皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。まあこれからもね、バッケンを末永く応援していただけたらね、まあ、すごく嬉しいな、なんていうふうに思っております。ここまで私バッケンがお送りいたしました。またよかったら次の動画も見てください。ではでは、バイバーイ。you